何をきっかけに、やっぱり怪我も多くなったので、ずっと怪我している自分も悔しいし、ピッチに立てないので、やっぱり後輩たちにも迷惑だと思いますし、家族の反応どうですか？そっかっていう返事だったですけど、奥さんが、子供が帰ってきた時に伝えて、泣いてたり。なるほどね。これでも今治にこう行くみたいになった経緯とかはどういうあれですか、岡田さんは。そうですね、福岡を契約満了になった時に、今治にもともとサンフレッチェでお世話になった小野武さんとか、そうだ、ね、木村さんとか、まあ、すぐお誘いの電話をいただいたので、で岡田さんとはやっぱり南アフリカの時に監督と選手という立場でしたけど、まあ、どこかでなんだろうな、恩返しというか、今治は地域 JFL から当時は J3 に上がるという目標があったので、まあ、その目標を一緒に手伝うことができたらいいなと思ったので、移籍を決めましたね。あの辺に住んでたの？今治住んでたの？そうです。なんもないじゃん。なんもないですし、コロナとかぶったので、なおさら、あんま出ないし、外に出れなかったですね最初は。で、自分最初に今治に来た時に岡田さんと喋ることがあったんですけど、その笑ってるところを初めて見たというか、やっぱり監督の立場でいたら、そういうことね、選手と喋っててもそんなね、笑って喋るタイプの監督ではなかったので、そういう姿を見たのは今治に行って初めてです。そっかそっか、今まではまあ監督と選手っていう、連絡が来るってことは、それまでの例えば南アフリカとかでは結構コミュニケーションあったんですか、監督でも？いや、そんな、はい、するタイプではない監督でした。まあ、ある程度こうね、距離を取る、監督と選手っていうところのこう、距離をしっかりね、俺だって2試合ぐらい見に行ったんだよ多分、おまちゃん出てると思うけどな、その時見てますよ、あのスタジアム、だからあの事務所も行ったことありますよ、おかちゃんの一軒家ですか？そう、一軒家。あ、はいはいはい、そうそうそう、番組で行ったら岡田さんがこうちょっと見ていけって言われて、すごい立派な一軒家なんだよ ね、はいはい、そこを事務所に改装してね、みんなアットホームでね、であそこ横スタジアム、里山スタジアム、はい、行きました？行きました、ね、すごくいいよね、はい、最高ですね。何もないって言うんだな、訂正ね。3回ぐらい行ってますか、僕今までね。ルーさんにとってかっこいいとは？ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。結構前園さんはなんか前、割とこう、マイアミの時がピークで、完全燃焼したみたいな話がありましたけど、駒場さんは結構ずっとこう、モチベーションを維持してるという、サッカーやりたい気持ちは切れなかったですね。何歳引退？41です。40までやったの、はい、すごいね、信じられない、俺32だもん。え、じゃあ何をきっかけに引退？やっぱり怪我も多くなったので、そうですね、そこが一番ですかね。でもそれはもう自分としてのプレイヤーとして思い通りになかなかこう、チームに対しても貢献できないし、自分のプレーもっていうところ。そうですね、今までだったら多くて年に1回の肉離れだったんですけど、はい、2回3回と繰り返した年もあったので、やっぱりこれはもう耐えきれないというか、はい、やっぱりそういうずっと怪我している自分も悔しいし、ピッチに立てないので、やっぱり後輩たちにも迷惑だと思いますし、やっぱりそこがあったので、まあ、一番はサッカーができない悔しさというか、そういうのがあったので、まあ、そういう気持ちにはなっていきましたね。引退はまず自分で決めたんですか？はい、決めて家族に相談。はい、で家族の反応どうでした？そっかっていう返事だったですけど、嫁さんが、まあ、その時は電話した時は子供がいなかったですけど、はい、泣いてたみたいです。あ、そうなんだ、はい、それは泣いてたみたいですっていうのは、奥さんが、子供が帰ってきた時に伝えて、そしたら泣いてたみたいです。なるほどね。今だから生活ガラッと変わったでしょ？
一日のスケジュールが真逆になりましたね。そうでしょ、はい、どうなんかもうな慣れました、その基本毎日ピッチに行くじゃない、はいはい、現役時代は、はい、試合して、まあ、1日休んでっていう、はい、それもずっと1年間でしょ、全く生活のリズムと時間も変わるじゃない。変わりましたね。どうですか今もう、まあまあそれでもちょっとだいぶ経ったけど、うん、最初はやっぱり慣れなかったですね。慣れなかった、はい、うん、まあ、今のスケジュールで言ったら昼から1回事務所に行って、はい、で4時5時からスクールが始まるので、はい、各会場に移動をして、うん、そこからスクールが始まって、はい、8時9時あたりに家に帰るっていうスケジュールですね。なるほどなるほど。でまあいろんなこういう仕事をしてテレビ番組解説あったりとか、はいはい、楽しいですか。どう。いや楽しいですよ。イベントでサッカー教室だったり、はい、そういうサッカーをしたり、うん、してる時は楽しいですけど、うん、でもやっぱりフルピッチでサッカーをするっていうのはもういいですね。どういうこと、どういうこと、どういうこと。移動範囲が少ないサッカーはコートちょっと背負うね、はいはい、うん、それは気持ちよくできるので。わかるわかる、はい、それはもう俺もなるべく子供たちだときはコートをギュッとしてるそうなってくるよね、はい、そうですね。え、でもまださあの OB 戦みたいな代表とか呼ばれていくことあるでしょ、はい、対戦相手はそんな、うん、ね、地域の選抜だけれども、はい、やっぱコートでかいと思う。思いますよでかいなと思いながら、こんな広さでやってたんだなっていう。まだそんなに立ってないから思う。でも思うでしょ。もうなんか考えらんないよね、あそこ。やっぱりピッチの広さ、こんなとこでやってたのかって思っちゃうよね。思います。あとはもうやっぱり強度が違うので、うん、そういう意味ではもう気持ちよくサッカーが、まあまあね、楽しくね、はい、できてますね。なるほどね。もうサッカー選手をやってきてよかったなって思うのは、はい、デモができるので、うん、そういう意味では子どもたちに対して、うん、まあ、びっくりもしてくれますし、うん、お手本として見せれるので、うん、そこは、はい、選手でよかったなって思います。そうだよね、だってまだそこはさ、やっぱり見せて実演でやってあげるっていうのが一番子どもたち、はい、理解してくれますね。理解してくれるからね、はい、今後はなんかおばちゃん、なんかこういうことをやっていきたいとか、新たにこういうこと、もしくはこういうことをずっと続けていきたいっていうのは何かあるんですか。まあ、今年 B 級も取りに行って、ライセンスは、お、 B 級、はい、取りに。現役中は行けなかった、あんまり。いや、 B まで行けますけど、あ、 A は行けないんだっけ、はい、そうだよね、現役選手は。いろんなことを考えずにもう選手だけで考えてたので。お、なるほどね、はい、そうか、もう先のその別に監督とかよりもまずは現役でプレイヤーとして考えてたから、うん、そうですね、プレイヤーとして考えてたので、はい、まあ、他の選手は B 級まで取りに行ってる選手もいましたけど、うん、もうそこは考えずに現役は選手だけ で、うん、はい、で終わったら取りに行こうと思ってたんで、はい、で今今年は取りに行って、今行って、まあ、でも、はい、今年取り終わるんですか。はい、取り終わり、順調に今年取って、はいはい、で、まあ、B から行ってすぐ行けるんだっけ。 B から A は行けるんだよね。条件によるみたいです。俺らの時は A から S は、まあ、必ず1年置かなきゃいけないってなったけど、俺は行っちゃったよ、そのまま。俺とか七海君とか。ああ、はいはい。だからうちとか健吾さんとか。そうでしょ。いや、でもその条件持ってんじゃん。俺は持ってないの言ったからね。いや、でも勝手にここだから 3年4年ぐらいには多分、じゃあ S まで取って、うん、それはやっぱり指導者っていうのも頭に入れながら。そうですね、はい、J でやりたい。そうですね、おやりたいですね。選手とコミュニケーション取れる。もうその今経験します。経験ですか。積んでいます。子供たちとまず、まあ、まずそうだね、はい、まず子供からしっかり手なずけて、しっかりとやって、もうキッズとだんだんちょっとカテゴリー上げて、キッズとやってれば、うん、コミュニケーション能力は上がるからね、勝手にね、はい、自由だからね、やつらねそれどうやって言葉で納得さすか、うん、具現化して納得して、はい、でだんだんちょっと少し上の年代もやっていって、ね、はい、じゃあ一応そのライセンスを取って、監督っていうのはまあもちろん試合に、はい、目標にしてやっていきます。引退してからより喋るようになった。そんなことでもない。そんなことでもないですね。大人数だとちょっと喋りたいです。どういうことだって、もうチームも代表も基本的にこう大人数じゃん。グループでこう行くからさ、丸テーブルとか どうしてたの、あの代表の時の食事。その時はその年が近い選手、
のところにこう見つけて、はい、固まるんですよね。あ、大体そのグループで、はい、そういうグループで固まります。じゃあ大体一緒なんだ、はい、誰が一緒だったの？ワールドカップでも、ワールドカップですか。2006年はそう、さっき言ったタマさん、ミツさん、モニ、モニはモニ途中から入ってきたんですけど、まあ、モニはいたね。ベルマーレ一緒だから。あ、本当ですか。1年まだ若かったけど、モニはハワイに旅行に行ってて、うん、急遽呼び出されて、ね、あ、なんかあったね、はい、またこう来てもらって、ね、大人数でまた来てもらって、うん、またお願いします。大人数、まあまあ3人4人とかね、はい、気心知れた方がいいでしょ。だってラモスさんとか来たらちょっと困るでしょラモスさんも、いや、いいですけど、その絡みがないので、ここまであんまり喋って、ちゃんとこう、はい、そうです。じゃあ上の人あんまりない？ないんですよ。でも福田さんとか、福田さんはこの間一緒になりました。あ、まあそっかそっか、はい、で岡野さんもよくね、さっき仲良いはい、あんな感じだからね、岡野君はね。そうですね、ずっとハイボール持ってますもん ねまあ別にここで飲んでもらってもいいけどね、岡野君の場合は。そうですね、そっちの方が楽しいと思うから。まあ、3日間福さん その主催の種子島で一緒になったんですけど、鹿児島空港で一緒になって、もうハイボール持ってて、そう、帰りの久保田と一緒じゃないですか。帰りまで、帰りもずっとハイボール持ってもうずっとハイボール飲んでます、ね、岡野さん。ここに例えばじゃあ両端に座って、まあ、こういう話をしたらちょっと楽しそうだなとか、そういう人だって。誰大輔、そうですね、大輔とか。上の世代は喋ってみたいですよね、絡みがないので。あ、そう。あとはでもあれですよね、その、はい、この間の田中さんとか服部さんも、うん、ジュービーローで、ああ、つながりね。そうですね。ハットいた、ハットさん、強化部っす。そうだよね、もう引退してるから。マコとかヒデとかだもんね、はい、だから選んでください、今度ウィーレとかのゲームもやって、うん、盛り上がってそうそうそう。いや、松井田だと思いますよ。え、松井負けてたらもう暴れるんでそうなんだ。ここでやるやつは、あの、自動でやってくれるんですよ選手を選ぶんだよ選んでも自動でやってくれる。そうそうそう、コンピューターが。俺結構もうやってきたから、この選手がいいっていうのは大体分かってるこの選手使えば結果出すっていうのはもうなんとなく分かってるんですよ。先行でも勝ち負けが分かるんですか？ある程度、そのあとはこう組み合わせね。前田さんはもうほぼ負けてない。マジですか？毎回もう唯一あの負けた1回だけ。あ、ラモさんね、忖度があって忖度。いや、そういう、まあまあゲームでやだからね、勝手にコンピューターでも忖度できるんですかちょっと選手選考からちょっと考えながら選んだ。はいはいはい世代でも呼びたいんで、うん、ね、あの世代での話だとまたちょっとあの忘れてることとか思い出すこととか、はいはい、また具体的にこう出てくるアテネ世代とかっていうのを話を聞くと、またこうコマちゃんのこういろんな話が周りからも聞けるから、はい、じゃあちょっと改めてまたコマちゃんに来てもらって、また人選をしてもらって誰が座るかですかねということで、はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。